牧方東 IC の形状。画像左は三条円 IC 方面。画像右は新潟西インターチェンジ方面。インター接続道路の右下方面と東方面が現在の国道460号。北へ向かうのが県道9号である。2009年撮影。牧方東インターチェンジは新潟県新潟市西貫区、漆山にある。 北陸自動車道のインターチェンジである。新潟市の最南西端にある高速道路の IC であり、同市の牧地域や旧白根市を含む南区の最寄り IC である。なお、インター名の読みは牧,牧片東である。これは、当地が旧館町と旧片東村の境界にあったことに由来し、現在でも本線標識にその名残が残されている。 IC 周辺には小規模な工業団地が点在する。東 IC 内にある高速バス停留所。上下線とも、ランプウェイの間に、本線に沿う形で設置されており、停車後はすぐ本線に再合流して走行することが可能となっている。高速バスの車内表示などでは停留所名に、による赤字書きを加え、間、片東と案内している。このような表記となった理由は、 冒頭で述べた通り、停車路線県外線新潟県、県外高速バス路線図高速バスの、うち新潟県外方面の各路線はいずれも、新潟市発各方面域は乗車のみ、新潟行は降車のみの扱いとなっている。なお、下記のうち、印の路線は、旧ツアーバス制度による高速乗り合いバス路線である。県内線新潟県、 県内高速バス路線図高速バスのうち新潟県内方面の各路線はいずれも県内各方面行き新潟駅方面行きとも乗降下となっている。ただし定員制のため満席の際は乗車できない場合がある。なお県内線のうち牧方東 IC 駐車場線は東 IC から流入流出するため本線上の高速バス停は経由しない。 無料のパークアンドライド駐車場上下線の停留所横には、パークアンドライドに対応した無料の駐車場、駐輪場が設けられており、それぞれ公衆トイレが設置されている。第一駐車場は1984年3月に、第二駐車場は1989年に開設され、その後も増設が続いた。なお、一時期は有料となっていたが無料に戻された。IC 高速バス停周辺のバス停留所一般路線バスの路線図 IC 周辺には、牧・片東インター駐車場バス停留所が設けられており、新潟交通観光バスの高速路線バス、牧・片東 IC 駐車場線のほか、一般路線バスやコミュニティバス等が発着している。この停留所は2012年秋、IC 南側、駐車場前の高速速道沿いにバスベイが新設され、 同年10月15日に停留所として開設されたものであり、これによって高速バスと一般路線バスの乗り継ぎの利便性改善が図られた。牧方東 IC 駐車場線は、この駐車場バス停を機終点とするため、駐車場から同一平面上で高速バスに乗り降り、できる利便性が確保されている。なお、 同線は2016年3月までは、牧駅体あたり IC 新潟駅の区間で運行されていた。ありがとうございます。